ご恩と方向とは、中世の日本において、主に武士の主従関係を構成した要素、概念。中世の武士間の主従関係は、決して偏無的なものではなく、主人、従者が相互に利益を与え合う互恵的な関係で成り立っていた。ここで、主人が従者へ与えた利益をご恩と言い、従者が主人へ与えた利益を方向と言った。平安時代中期から、 後期から武士層に御恩と方向の関係が徐々に形成されていたが本格的に御恩と方向が成立したのは源の頼朝が関東武士の名手イコール鎌倉殿となってからである。以降御恩と方向の関係性は鎌倉幕府の成立基盤として機能し続けその後の室町幕府や江戸幕府にも引き継がれた。御恩の具体的な内容は主人が 従者の所領支配を保障すること、または新たな土地給与を行うことである。前者は本領安堵と呼ばれ、後者は新温給与と呼ばれた。鎌倉幕府が成立すると、鎌倉殿が御家人を自党に任命するという形で、本領安堵、新温給与、すなわち御温が施されるようになった。方向の具体的な内容は、従者が主人に対して負担した軍役。 経済負担などである。鎌倉幕府が成立すると、ご家人は、鎌倉殿に対して、緊急時の軍役、大事や幕府を警護する大番役、その大国警護番役や長戸警護番役などの、軍役奉仕のほか、関東国事といわれる、武家役を果たした。平安期の10世紀頃、大きな社会変化を背景として、朝廷は、朝税、軍事を、もはや監視機構で担うのではなく、 国史や符号などへ受け負わせる監修系を異性への転換を進めていた。特に騒乱の多かった関東では在地の符号や豪族が公的な軍事力を担うようになっていた。こうした状況下で関東を中心に武士団が形成されていったが武士団では主人がトップに立ち家子、老党と呼ばれる従者たちを率いていた。こうした主従関係を結びつける契機となったのが ごおと方向の関係性である。主人、従者の両者はごおと方向という固形関係を結ぶことで一定の共同体を作っていったのである。ただし、当時の主従関係は割とルーズなもので、複数の主人に仕える、一時的にだけ主従関係を結ぶ、といったことも多く見られた。平安最末期に関東武士全体を代表する鎌倉殿という地位が登場すると、 ごおと方向に基づく主従関係は次第に排他的かつ永続的なものとなり一層強固になっていった。その後、ごおと方向は明治維新まで続く武家社会の基本的な成立要素として機能した。なお、ごおと方向による主従関係について中世ヨーロッパに見られた封建性との共通点に着目して、 封建的主従関係と理解する見解がある。その一方、ヨーロッパ封建制と本質的に異なる日本独自の主従関係であるとする見解も出されている。ありがとうございます。